はい、お願いします。はい、うん。福山さんにね、今時間調べてもらったら30分弱ぐらいあるみたいなんで、うん、あと2本、取れそうなんで、うん、うん、まあ、今の時点で、うん、はい、これ学校の質問とは違うんで、はい、学生の時の、うん、はい、何か聞きたいこと、ね、だってこれはまあもちろん、なんていうかな、こう、あなたはチームの一員として受けてるんだけど、あなた個人としても受けてるわけだから、うん、で、プライベートのことは、今日はダメですよ。はい。うん。競馬投資に関して、うん、今日話したこと、話してないこと、うん。うん、あなたの、その時間ですから、うん、30分、ね、あなたの時間、ん？あなたの質問に答えましょうコーナー。うん。何でも素朴な疑問、何でも競馬投資に関して聞きたいことがあったら、何でも聞いてください。はっきり言ってしょうもなければしょうもないほど役立ちますね。うん。うん。うん、普段だったらちょっと聞くのも恥ずかしいぐらいの、なんか怒られそうな、というのが、多分、あなたもチームメイトも、そして YouTube 聞いてくれてる方も、うん、もしかしたら時間を費やしてるんじゃないかなと思うんですよ。うん。うん、プライベートで、例えば夫とかが絡んできても構いません。うん。うん、そこに関しては OK です。うん。例えば競馬の馬券を決めるときに、例えば夫が何時に寝るんですけど、そっから先してるととかね、うん、そういうのっていうのは、何かありませんかっていう、何か困ってることありませんかっていうことです。そうですね、うん、ほら、夫のね、うん、仕事が変わって、日曜日、うんうんうん、休みやったんが、うんうんうん、休みだったり休みでなかったりとかで、なるほど、それは大きいですね、はいはい、日曜日の朝、うん、その最終もう決まっ、土曜日の夜に決めたやつを、うん、まあ、朝買っ、うん、ね、即パッ、即パッドで買って、うんうんうん、まあ、あれをショートを作ったりとか、うんうんうん、しますよね、うんうんうん、なんかその時にやっぱり、うんうんうん、なんか今日は休みやのに、うん、おらんなとか、うんうん、朝からおらんなとか、うんうん、で帰ってくる時は来るし、うんうん、またテレビ見よるしみたいな、うん、なんかこう、うんうん、なんかやってることが気になってきてとか、そういうのがね、うんうんうん、やっぱりありますね、うんうん、休みが、うんうん、もう不規則で決まってないんで、うんうんうん、はい、今の質問で、うん、それが手口だということはもう分かってるんですよね、うん、はい、そうですね。そうなの本当に、うん、今素で相談してたような気がするんで、うん、手口だとまず分かってないところが最大の問題ですよね、うん、はい、言ってること分かりますね、うん、今の相談で一番の問題は、うん、あなたがそれを夫が、ね、自分に被害を与えている手口だと夢にも思ってなかったということが最大の問題です、うん、それよりも問題はないです、この質問に関して、うんうん、はい、で2番目、うん、ね、うん、じゃあなんです、うん、具体的に、うん、夫がもしいたら、あなたがやらなきゃいけないこと、うん、やらなくていいことっていうのはあなたは分かってるんですか、家事に関して、うん、あなたが気になる気にならないは3番目の問題です、うん、はい、1番目は手口だということが分かってなかったということ、うん、ね、分かってくださいということ、はい、うん、2つ目は、うん、ね、いや手口だと分かってても共同生活してるわけですから、はい、ね、例えば朝ごはん作らなきゃいけないとか、うん、やるべきこととやらなくていいことっていうのがあるはずじゃないですか、はい、うん、うん、ね、だからそこが具体性がなかったんで、うん、もうだいぶちょっとおかしくなってるんだなっていうのは分かりました、うん、うん、
例えば朝ごはん作らなきゃいけないしとかいう言葉が出てこなかったということは、うん、もうあなたはもうその、うん、お仕事をご主人が変わった時点で、うん、もう全ての日曜日にほとんど集中できてませんね、うん、もう常に恐れてます、うん、わかりますよね、はい、うん、あの恐れた状態で2週連続的中したっていうことは、うん、あなたは本当は、うん、あの2週連続2点ずつ的中した可能性があるということです、はいはい、だってそんだけ競馬に集中できない状態だったのに、うん、2点中1点ずつは当たったんでしょ、はい、ねえ、だったら、うん、あのもっと集中できるんであれば、うん、2点ずつ当たったかもしれないよっていうことですよね。だからあ、はい、うん、っていうことはあなたもったいなかったんですねっていうことですよね、はい、じゃあ具体的にあの出口だとしても共同生活をしているということは、うん、いれば朝ごはん作る必要があるのかないのか、うん、これはどっちなんですか。でも朝は作らないんですけど、うん、じゃあ作る必要がないですよね。お昼ですね、お昼ご飯作るか、うん、昼、日曜日は今までも昼は作ってたんじゃないですか。はい、作ってました。じゃあそれ今までと変わらないですよね。夜作らなくていいっていうことなんです。休みは、休みの日は、うん、夜ご飯を作らなくてよかったのが今までだったんですか。前の職場のご主人が前の仕事をしてる時っていう意味。あのど、もう今も今お休みの日は作ってないんです。もう少しあの簡単に、休みになったら家事で、休みの日と休みじゃない日ありますよね、うん、はい、日曜日の、うん、何か違うことをしなきゃいけないことがあるんですかないんですか。違うことない、別に。ないんですね。一緒です、一緒です、うん、はい、ということはあなたが多分3番目の気になるか気にならないかということだけの問題ということで、これでいいですかね。そうですね、はい、ですよね、はい、でこれ答え簡単です、はい、あなたが気になってるっていうことは、うん、あなたがあの独夫だということを忘れてるからです。そうですか、うん、ですよね。だって独夫だって分かってたら、うん、はい、あの気にしてる場合じゃないですよね、うん、対策取らなきゃ。そうですね、うん、あなたが気にしてるっていうことは対策取ってないということです。なんで対策取ってないかって言ったら毒夫だということを忘れてるからですよね、うん、であなたなぜ忘れてるのか、はい、頭悪いんか違いますよね、はい、忘れるように今まで被害を受けてきたんです、はい、だからあなたものすごく意識して、はい、いや旦那の仕事が変わったんです、旦那が日曜日いる時もあれば休んでる時もあるんですって、うん、あの普通 の, あのそこら辺の主婦のようにそこら辺が悪いわけじゃなくて、はい、被害を受けてない主婦のように僕にあの話してる場合じゃないですよ。はい、はい、うん、だって今の話聞いてたら、うん、あなたの投資という仕事には、うん、あの何も邪魔してこないわけじゃないですか、はい、うん、そうですよね、はい、でもあなたは確実に影響を受けてるんですよ、うん、それはなぜなのか、ね、自分が独夫だということを分かってない、ね、日曜日いたりいなかったりするのがたまたまだとまた自分で思ってしまった、うん、それは完全な手口だと僕は思いますよ、うん、はい、そうですね、分かりますよね、うん、いや普通はいるでしょ、はい、いない方がおかしいんです、はい、いや普通に考えてくださいよ、はい、どこへ行くんですか。いや、あなたの夫が今までいなかっただけであって、はい、ね、あの、いない方がおかしいんですよ。どこ行ってるんですかって、こんな、あの、遊ぶところもない島で。普通のね、うん、旦那さんはね、うん、あの、いや、いて、休みの朝はゆっくりしますよね。いや、ゆっくりするんじゃなくて、いて鬱陶しいというのが普通の人の正常な姿なんですよ。はい。そうやね。うん。ね。はい。いるんです、いる時もあるんですっていうのは、いやということはいなかったんですかっていうことですよね、うん、いやどちらへあなたのご主人はお出かけだったんですか、さあってね、うん、いやどうかしてますよということです。そこはもうはっきり言ったら詮索なんかも終わってるじゃないですか、うん、はい、ね、それよりも何よりも、うん、あの今の時点で、はい、休みでいる時といない時やってって自分が疑問を持ってる時点で、ね、まあ、こういうことを質問できなかったあなたができるようになったことは素晴らしいことなんですよ。
で、だからそれで質問したら、がっくり、だからもう質問できないじゃないんですよ。はい、何回も、私としたことが、私としたことがって、100万回思えるようにずっと質問を続けた方がいいですよっていうことです。だって質問しないから忘れるんでしょ。わかりますよね。はい、分かりました。うん、他には？うん。何でもいいですよ。一応競馬に絡んでることにしてください、ね。そうですね。うん。そうですよね。うん。それと言ってちょっとすみません。一番の問題は、はい、ね、はい、質問が出るほど家で、はい、解雇してない、予想してないということが問題です。うん、質問がないっていうことは、はい、ね、うん、分からないところが出てくるまでやってない、もしくは、うん、分からないところは適当に決めてるっていうことです。うん、そこを、その分からないということが一番の問題です、はい、うん、質問分からないということじゃない、言い直します、はい、うん、質問がないっていうことが一番の問題です、はい、だからなぜ質問がないのかっていうことを自分に問いかけてみたらいいんですよ、はい、いや、あなたまだ競馬始めて1年も経ってないのに、はい、競馬で僕に聞くことないんですかっていうことで、本当にありますよね。ありますよ。ね、いや、ちょっと書いてないんでわかんないんです。いや、ないんですよ、きっとって。なんでないのか、ここが大事なんですよ。で、YouTube 聞いてくれてる方もね、参考にしてほしいなと思うんですよ。人に相談をすることが、ない人が多いんです。不幸な人って。なぜならば、うん、自分の意思で決めてないことだらけだからです。はい、そうか、うん。福山さんが一番儲かる5番から9番人気の馬はあなたの夫が決めたんですね。これ意地悪でも何でもないですよ。はい、あなたの夫が喜びそうな馬を選んだっていうことです。うん、どういう馬ですか？はい、あなたの夫が喜びそうな馬をあなた自身が心の中の夫に忖度して5番人気から9番人気を選んだんですよ。あなたの心の中の夫が喜ぶ5番人気から9番人気の馬ってどんな馬ですか？ちょっと待ってくださいね。